たった一つの命をかけて。かけてる？何を？生まれ変わった不死身の体。もともとこうだって。鉄の悪魔を叩いて砕く。ま、気が乗ればね。ゴールがやらねば誰がやる？あんたがやれば？ゴールがやらねば誰がやる？うっかいの。太もも？あ、はい、間違った。え？テレ？そう。翔子と水月と文月が行くんだって。関係ないね。お前ら俺が泳げないの知ってんだろ？でもプール。水着。太もも。いいって。俺うちの手伝いだってあるし。バイバイ。バイバイ。バイバ俺も帰ろっと。相田翔子。水着。太もも。水月舞か。文月美優。プール。水着。太もも。甘い。甘いんだよ、お前たちは。キアツメラはその可憐な外見とは裏腹に、冷血非道の宇宙生物。その正体をカンパせし者の末路は、死ん。やばーどうしよう、こいつ。落とせた？そうすりゃ誰にも話せなくなるよ。それとも首根っこ引っこ抜いちゃおうか。首根っこ引っこ抜いちゃおうか。やめろ。一方、原生動物の殺傷は非常の場合以外避けるようにな。これって非常の場合じゃないですか、司令。なっ、場合じゃない、場合じゃない。離さない、離さない。君たちがハイパードールだなんて、それはもう絶対に離しません。どいつもこいつも外見に騙されやがって。で、行くのか行かないのか。行きます。ちょっときつかったか。マイカってば、自分の体型も考えないでそんな大胆な水着買うから。このお口が言うのかな、そう言ったこと。それは痛いね。どのくらい痛いかっつーと、とこのくらい。
そんなに痛くはしてないね。このくらい？いや、このくらいだった。ほー、ほー。つまり、こんな？ちょっと、何やってんの？ああ、ああ。地球系犯罪法132条公共器物破損、うん、あんたがやったんでしょ？どうかしたの？なんでもない。着替え終わったよ。はぁ、あ、うん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 、何？別に尻尾は生えてないか。尻尾って発想もちょっとあれか。いやいや、二人ともスタイルいいなと思って。あら、そういう証拠だってなかなか立派な胸してるじゃないの。あら、松下くん、小西くん、いやー、君たちも来てたのか。こんなところでばったり会うなんて偶然だな。ほんとほんと。いやー、結構スリルあったね。ウォーターマリンシューター。ほんとほんと。赤いはやんないの？あれ、俺はダメダメ、こいつ泳げないの。あ、小学校の時サレカさんの落とした麦わら帽子取りに川へ飛び込んでさ、それ以来水が怖いのよ。へー、それって翔子のこと？違う違う、違うって、違うって、違ってば。なんなのこれ。なんでプールにクラゲが浮いてんのよ。クラゲ。気持ち悪い。これはもしかして。何？ではない。この水はっきり言ってもらうでクラゲ。塩素臭くってうまいクラゲ。ピリッとした塩素とまったりとした大腸菌のコンビネーションがまた喉越しが、やはり大腸菌が。ライトで見たな何者かと出会った時ノンテイストな。アンモニアの隠し味。うわ、お前ら、僕も俺の今日のランチを。やめろって言ってばかりだからやめろ。 あ
消えていくぞ。助けて、オラオラオラ。消えた、消えた、消えた、すっかり消えた。おい、やり飽きたギャグはやめろ。東堂警部、なんでこんなところに？俺にだって非番の日くらいあるさ。それよりよくやった。一人でクラゲマンを倒しちゃったじゃないか。俺が？そうだよ、君がクラゲマンをやっつけたんだ。こりゃ表彰状ものだな。えらいぞ、アサイ。よっ、正義の味方、かっこいい。今日未明から首都圏に突如出現したイナゴの大群およびクラゲの大群は各地で被害をもたらしております。イナゴの大群に遭遇した旅客機は海に不時着、 JR 私鉄各線は大混乱、各地で。なお、イナゴマン、クラゲマンが出現したとの情報も入っており、各方面に不安が増しております。えらいこっちゃ。本当よね。あ、ちょ、しょーこ、勝手に男の部屋に入ってくんないの。何よ、今さら。幼稚園や小学校の時とは違うの。この昼間の正義のヒーローがそんな細かいこと言うか。バカにしてんな、お前。でも不思議、どうしてハイパードールが現れなかったのかな。いつもだとあんな時にすぐに飛んでくるのに。そりゃドールたちだって忙しい時もあんだろ。ドールたち、ずいぶん親しげに言うじゃない。まるで知り合いか何かみたい。何言ってんだよ、そんなわけないだろ。ねえ、私思うんだけどさ、マイカとミユーってなんだかすごく気になるのよね。事件の起こる時って必ずあの二人がいるし、ひょっとしてハイパードールって。おかしなこと言うなよ。妙なこと言った。誰かに聞かれでもしたら。今二人ともなんだか妙なエネルギーを発してたね。人間って時々そうなるよね。夜食買って帰ろう。うん、赤い焦ってたね。ショーコって勘いいからね。順調に集結しておるな、可愛い子たちよ。しかしカオスへの報告では、集結するのは3匹だったのでは。ドクトールザイクリット、1匹は少々遅れとりまして。そうですか。ま、要は結果です。そうですよね、ドクトールザイクリット。そういうことですな。こら。
不安です。新宿は巨大イナゴマン、クラゲマンの出現により大混乱の様相です。イナゴマンはビルを壊しまくり、クラゲマンはその触手で周辺の水を吸い上げている模様です。ラゲハイパードール、ハイパードール、ハイパードール、地球を守る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 。あのさ、地球にも結構おいしいものあるよね。うん、栄養のバランスは悪いけどね。任務が終わって銀河中央へ帰ったらさ、こういうの売って一儲けしよっか。やだ、マイカ儲けを独り占めしそうだもん。うん、それよりダイエットはいいの？うん、私は別にマイカ気にするほど太ってないと思うけどさ、ダイエットするって決めたのはマイカなんだし、私くらいスリムになりたいなら。ちょっと、いつ私がミュウくらいになりたいって？そうは言ってなかったっけ？あれ、言ってないか。言うわけないでしょ。あのね、ミュウ、なんか勘違いしてない？私は自分の体も顔も最高に気に入ってんの。ダイエットしたいのはより完璧に美しくなるためなわけ。だから私みたいになりたいってことじゃん。つまり何度。あれ、赤い新宿でイナゴマンとクラゲマンが暴れてるってのに何やってんのかな、正義の味方が。え、もう始まっちゃった。私知ってんだからね、ミュウが絶壁気味なの気にしてヘアスタイルで隠してるってこと。なんだと？私のどこが絶壁だと？後ろ頭見たんか、こら二人とも。このヘアスタイルは絶対絶壁隠しよ。こら、ハイパーボール早く来てくれ。鉄砲、鉄砲！こら！司令？任務をほったらかして何をしておる？皆さん、あれですよね。なんと言いますか、あれ、なんでテーブルがこんなになっちゃってんのかな。あ、いや、あの、大丈夫ですから。僕、弁償しますから。皿洗いでもなんでも、もう俺、しもべ、恋のしもべなんちゃって。あ、お姉さん、毎日大変ですよね。肩でもお揉みします？あ、いらない。結構、結構。あ、そこの君、いいおっぱいしてんね。で、デートしてくんない？コードネームを変えられたいのかね。もちろんその時はコスチュームも変えんとな。事情によりラブリーエンジェルじゃなくて爆笑スイートエンジェルペポペポ。いやー、それだけは早く行きなって。まったく俺って苦労多いよな。早死にするかも。ん？うわっ！まだいたの？早く行けっても。赤い？な、え？今度は敵が2匹だし、マイカ勝てる自信ない。嘘つけ！やっぱりクラゲマンの相手は赤いでないと。はぁ？
死んでもやだ。お家返して。コーラーマンアクティブ。星のピアスが許さない。セガー、おー、やっと来た。頼んだぞハイパードール。ん？赤い？どこ行った？冗談じゃないって。あいつ。私は知らないからね。マイカの冗談に付き合ってらんない。冗談？マイカだけスイートエンジェルになりな。しゃあない、赤いいじめは次回に回すか。わからん、俺にはわからん、あいつらの頭ん中が。ナンバーチェーン、ダゲチェーン、チェーン、チェーン、ラゲラゲ。ハイパードール頼んだぞ。何を頼むんです？ファイター、ナゴー、中央突破、ウォーターマリンシューター。まだ言ってんの？俺なんか名古しかセリフなかったんだぞ。聞いて、俺ってこんな声聞いて。やったー、さすがハイパードール、僕らのハイパードール、ありがとうハイパードール。本当にこの年代の人は。やったね、楽勝。強いの。矢がもう一匹が残っておる。かっこいい。昨日の生中継視聴率 95% だってさ。俺しっかりビデオに撮ったもんね。俺も。おはよう。おはよう。おはよう。小さすぎていまいち顔がようわからん。今は20倍しか寄れないからな。ハイパードールの顔、あ、見て見て。おはよう。おはよう。赤い、あれからどこ行ってたの？知るか、聞くか、そういうこと。俺もうお前たちと口聞かない。何怒ってんだろう。そう。はぁ、ま、いっか。私たちも口聞かんとこ。あ、ちょっとこれ、これ払ってよ、これ。口聞いてる。いや、チリバーガーからの請求書、テーブル代とトレー代。口
口聞いてる口聞いてる。あーもう今だけたんま。小学生か君は。怪しい。払ってくれよ。俺増設メモリ買いたいんだよ。口聞かないもんね。もんね。地上を目指してやってくるもの、ついにあのハイパードールに危機が訪れる。二人とも浴衣なんか着て浮かれてていいのか。地球の平和を守るんだ。